どうも、ストーンズのタモリです。違うわ。あ、すいません、ジェシーです。今回は、勘違い、最近してた勘違いで気づいたこと、僕はですね、キクラゲがクラゲじゃなくてキノコだったっていうのを知りました。ありがとうございます。2年前だ。俺え2年前いや、去年弱っ。最近じゃないじゃん。俺一番いけるって言ったらめっちゃ弱いじゃん。うわどうぞ。最近あった僕の勘違いは、お財布にお金をたくさん入ってると思ってお店に入ったら1円も入ってなくて慌てて ATM に行ったことです。次は田中樹。たくさんとか言うんだよ。あとさ、お金ガン。勘違いというか最近発覚したことなんですけど。おっ、なんだ。そうやな、あの味噌汁とか作る鰹節あるじゃないですか。お出しとるやつね。あ、ちょっとガヤガヤ。僕んちの実家ではそれがキッチンに置いてあって、おやつ代わりに子供と僕たち兄弟とか母親がそれをしゃぶって食べてて、口で出汁を取ってたんですけど、それがおかしいっていうのをこの間友達に指摘されて初めて知りました。猫じゃん。次はコーチ。俺だよ。はい、まあちょっとおかしい無知なものでね、あの恥ずかしい話ですけども、最近流行りの縄跳びダンス。恥ずかしい話しちゃって区切れないよ。あ、ごめん。テンポがあるんだから。最近流行りの縄跳びダンス、あのニャンコスターさんの新ネタがないかなと思ってました。すいません。来た。 あ、こっちが本物のコーチだ。コーチゴです。僕が最近してしまった勘違いは、仕事の集合時間を15分ぐらい勘違いしてしまい、マネージャーさんに置いていかれてしまいました。現地入りしました。続いては京本大我。はい、まあそのまあ、コーチを置いていったマネージャーさんなんですけれども、そのマネージャーさんが次僕ん家に来る予定だったんですけれども、マネージャーさんが遅刻してきました。はい、すいません、あの時は本当すいませんでした。あ、大御所の方が、すいません。ということで、あの皆さん M ステ楽しんでください。今回のニューエラ、振り付けがちょっと違います。ぜひご覧ください。どんな振り付け？どんな振り付け？どんな振り付けですか？振り付けは、あ、足が映ってないから。足が映ってないから。足長い。違ったな、遊びだ。